総集編。今月も総集編です。3月にやってきたガチャガチャをまた並べてみました。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目は誰ですか？ねみちゃん。誰やねん。なんかね、調べたらネズミくんのチョッキっていう絵本は私は知ってるんですけど、ネズミくんのチョッキとネミちゃんっていう絵本が続編みたいな感じであって、その時に出てきたのがこの子。新キャラじゃん。じゃあそう、それでね、ネミちゃん知らないから私ね、追加で回してきたんだよね。その結果がこちら。ネミちゃん、ネミちゃんからのネズミくん。かぶりすぎで5分の4ネズミくんだよ。そうだよ。すごいね。ネミちゃんが私を待っていた。お次はフォークリフト。このフォークリフトはめちゃくちゃ細かい作りになってます。これやばいです。ハンドル、アクセル、もう全部あるよ。まあ本物知らないけど。でタイヤもちゃんと回って、こいつだよこいつ。これ動くんですよ。運べる。お次はこちら。コアラのマーチ。何それキモい。ロッテコアラのマーチ。いちご味。これすごいよね。これはパッケージが本体です。いやマジですごい。おまけでリングがついてます。で中にリングが入ってるんだけど、この包みも小物じゃん。これがおまけ。違うよ、これが商品でございます。絶対にこっち目当ての人の方が多いです。確かに可愛いよね、そのね。次は火災報知器コレクション。光る。これね、動画で触れてないけど、なんかちょっと汚いの。汚いの？それ削れてんじゃなくて。いや、なんか、ね、最初から赤が上から塗られてる感じ。で、こちら、強く押すボタンですよ。押してみましょう。ここから鳴ってます。なんかこれ動画で聞くとめっちゃ機械が BGM つけてるみたいになるんだよね。でなんか接触悪くて、接触悪いの。ガチャガチャだからしょうがない。500円ガチャよ。これさ、本物もさ、こういうふうに光るの？これ本物のこういう形だよ。いや違う違う、それはわかるけど、押したら光るの？本物見たことない人かな。本物ってさ、もっとさ、こう本物はここにあるよっていうのを知らせるために常に光ってるんだよ。え、違くない？光ってます。なんかこうさ、あの鉄みたいなやつで覆われてるやつってさ、光らない。あ、それふ、いや、それは古いやつでライトが上についてるじゃん。あ、ついてるついてるついてる。これ最新バージョン。あ、もう ライトとボタンが一体化されてるのがこれで、こっちのが新しい型。なるほど、お勉強になりますね。はい、次はゾワゾワサイコロです。こちら確率操作できます。本編では確率検証しましたが、8、9割狙いの目が出せます。 100% ではないんだね。そりゃそうだ。いくよ。もよん。こってりな海って何？なんかこう、あのラーメンの汁みたいにこってりしてる、ドロドロしてる海ですよってことでしょ。汚ね。こちらは6が出るように操作されてます。はい、66です。あれだよ。直していて。一覧。ラーメンと替え玉のやつが欲しかったんだけど、2個ともライトが当たるっていうかぶりですよ。動画でした。マグネットなんでね。
そう。どっかに貼っつけときます。でもよ、でもよ、こいつがね、当たったのよ。ラッキーアイテム当たった。そんなことあるんだねって。これはマジで、嘘だと思ってたもん。都市伝説でしょ、うん、絶対なんか入ってるよーって見せかけて入ってねえもんっていう感じかと思ってた。そしたら、入ってました。なんだっけ？福玉だっけ？福蘭。福蘭か。福玉当たりました。こっちがメインですね。もはや。チーカービネットフレンズ2。かわいいね。これはかわいいよ。これはあの奇跡の動画でストリートコンプリートをした動画です。ストリートコンプリートね。道端でこう、なんかね、ストリートでダンスとかしてたら、なんか全部手に入るみたいな、そういう感じだよね。ストレートコンプリートか。違う？そうだけど。ストレートコンプリート。はい。ストレートですね。かぶりなく、コンプ。星雲、それは、君がいた光。見たじゃない。絶対回して、これは。はい。銀だこ。銀だこです。こちらは申し訳ございませんでした。テニマヨ？違う。チーズ、明太子。いやでもさ。ずっとテニマヨ、テニマヨ、テニマヨって。いや悪いとは思わない？ラインナップにちゃんと書いてないんだよ。まあそれは悪い。まあ調べなかった私も悪いけど。それも悪い。テニマヨではなく、明太子チーズです。なんで片言？まあね、かわいいし、クオリティは高いので、おすすめのガチャガチャとなってます。はい。で、これは、私たちはタコ棒が欲しかったんだよね。そうだよ。で、後から回してきたタコ棒が、こちら。ちゃんとタコ棒当ててきました。これが、大当たり。このガチャの。レアだよね。うん。かわいい。マジでなんか、少なかったんだよね。うん。知らんけど。タコ棒さんでした。タコ棒動画人気ないんだよな。なんで？みんな知らないんだよ、タコ棒。次は公衆電話です。非常にクオリティの高いガチャガチャです。何それ？このスタンドも綺麗なんだよ。3個も当たったけどね、フィギュア置きに使ってる。こいつよ、こいつ。この紐も、強いやつだよ。蛇腹まではさすがに、蛇腹っていうか、ぐるぐるまでは、さすがに再現してないけど、このガシャコーンってするし、ボタン押せるよ。もしもーし。はいはい。どちら様ですか？いい、あなたからかけてきましたよね。さよなら。ガシャン。ピーピー。ツー、ツーで。細かいとこもこだわっておりますよ。おしまい。大変なことが起きた。片ズンの穴行き。なんかいるけど、あそこに。見せません。いや、ずっと出演してるけど。もうね、エルサが2体にクリストフが3体だったので、汚いクリスと交換して。クリス。クリスって呼んでたの。彼はクリスという愛称がついてるようです。汚いクリストフと交換してオラフをもらいました。なんか雪具に再現したのかなっていう風にも捉えられるけど、なんかこれ汚いよね。違うんだよ。他のやつ見たらね、そうなってないの。それだけ。この子だけ。いや、みんななってない。うちのやつら。なってない。クリストフ汚れてるんです。次は小食べ。八つ橋ですね。はい。中には美味しそうなあんこが入ってます。生八つ橋派？普通の硬い八つ橋派？硬い方普通なの。そうだよ。あっちが普通の八つ橋なんで、これ生八つ橋っていうの。へぇ、硬い方がいい。ああ、そうなんだ。私も最初は硬い方が良かったんだけど、こっちが良くなってきた。ああ、生八つ橋の、皮だけ。そう、皮だけ。あれが一番いい。あ、まあ、わかる。あれ無限に食える。どっちも美味しいよね、でもね。
どっちにしてもね、なんか中身具いらないんだよね。具なし派です。これはパッケージもすごく可愛いのでいいね。地味にちゃんと再現してんだよ。触れてあげないけど、このなんか唇みたいなところ。どら焼きみたい。あんこ、これちょっとね、解体したい気持ちにもなる。ダメです。あ、半分に切ってみる。スパーン。一個しかないのでやめときます。モアイ、これは私が面白くて見つけて中丸にやれやれって言ったの。そしたらめっちゃ面白かった、このモアイ。いや怖いけどな、普通に。気持ち悪い。かっこ、もうちょっと普通のやつが当たってほしかったな。左手と左足はね、これ後付けですね。気持ち悪い。俺は普通だなって思って。皆さん面白いですよね、モアイのこれ。体操のポーズをしながらビームを出すモアイみたいな。何そのモアイ。ここからビームがピーンって編集で入れといて。おすすめです、これ。おすすめモアイやってみて。ズートピアの今回はニックが当たりました。この動画人気ないんだけど、なんかちょっとどうしちゃったのっていうぐらい、全然ショート動画で上げたんですけど全然見られない。ズートピアはやっぱ不人気なの。いや人気だよ今。そうなんだ。そう、知らない、見たことない。ズートピアは続編が公開される予定ですので、ぜひ見てない方は1を見てみてください。で、体がねプルプル動くんだけど、思ったより動かないっていうか、なんていうか、動きが悪いというか、見づらいというか。うん、まあそんなもんだね。他のやつもねちょっと欲しいなーって思いました。なんかこういうやついる、なんだっけ。こういう、なんだっけ、ソーラーパネルとかで動くやつ。ああ、そう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 。かわいいね。頭を動かした方がいいんじゃない。そうかもしれない。今月最後のガチャガチャ、絶対に開かないガシャポン。余裕で。もう出た出た。まあ、こっからスタートって感じ。こっからで。でもさ、これやったらさ、戻せなくなるからやんないよ。やんないの？解けないんでしょ。いや、違うよ。解けないのがバレるのが怖いんでしょ。違います。やってやるよ。危ない。もう戻せなくなってんじゃん。戻せないよ。早っ。どうやってんのこれ。あ、わかったわかった。こうだ。かわいそう。できた。レベル3はちょっと解けないみたいなのでやめておきます。解けます。以上、3月のガチャまとめでした。今月はどうでしたか。出たよ、その今月はどうでしたかってやつ。今月はどうでしたか。なんか今回はあのね、小さいのよ、全体的に小物が多い。そう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 、なんかサイズ的に小さいものが多いなっていう感じなので、画角的にもコンパクト。まあまあまあ、クオリティ高い気がする。これ毎月言ってんな、うん。結局はガチャガチャはクオリティが高いんだよね、すべて。ガチャガチャすげえんだよ。そう、だからハマっちゃうんだよね。面白い発想もあるしな。なので4月も期待ですね。はい、では今月のベストガチャガチャオブザマンスを選出していきましょう。いや、今月はちょっと迷うな。迷うな。ちょっといろんな側面でこれがベスト、これがベストっていうのがあるな。まあ、あれかな。はい、では発表です。今月のベストガチャオブザマンスはこちらです。中丸賞、絶対に開かないガシャポン。すずはねみちゃん、絶対に開かないガシャポンは続編出てほしい。なんかもっと難しくしてもいいと思う。うん、これ多分なんかね、作る人が作ったらもっとすごいいろんなパターン作れるんだと思うから、続編が欲しいレベルです。で、私は
まあ、なんか最初は誰こいつみたいな状況だったんだけど、なんか愛着が湧いてきた。3匹いるしね。そう。ちいかわとやっぱり迷ったんだけど、いやーなんか絵本の世界独特の可愛さがあるよねやっぱりね。っていうことで小さい可愛いねみちゃんにしてみました。というわけで3月のガチャガチャまとめ総集編でした。それぞれ動画ショート動画上がっておりますので、そちらもチェックをお願いします。お願いします。気になったガチャはぜひね見て欲しいね。うん、そんでガチャガチャをぜひ回してほしいね。そうだね。あとぜひコメントもお願いします。この他にもいろいろなガチャガチャ回してますので、動画チェックをお願いします。お願いします。あとチャンネル登録をぜひお願いします。お願いします。それではまた4月のガチャガチャでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。